州国ニューヨーク州出身のサックス奏者、作曲家、編曲家、インプロバイザー、音楽プロデューサー、バンドマスター。フリージャズ、前衛音楽、グラインドコアなどの様々な音楽を吸収しており、ジャンルを特定するのは困難。新日課であり、歌謡曲のコレクターである。1990年代には、ニューヨークと東京とを行き来し、 公園時にアパートを借りていたこともあった。ビル・フリゼール、フレッド・フリス、ウェイン・ホービッツ、ジョーイ・バロンナと結成、ゲストに、山塚愛を迎えてスタートした、アバンギャルドユニット。ジャケットに用いられている、ウィージーの写真集、ネイキッド・シティと同様の世界観を持つ。詳しくは、ネイキッド・シティ参照。ミック・ハリース、ビル・ラズウェルと結成した、フリー・ジャーズ。 グラインドコアユニット。1995年にミックが脱退し、その後は吉田達也などが代役を務める。バケットヘッドがゲスト参加したこともあった。詳しくはペインキラー参照。ジョーイ・バロン、グレッグ・コーエン、デーブ・ダグラスと共に結成。クレズマーからの影響も取り入れたフリージャズユニット。派生ユニットとして、 エレクトリック・マサダ、マサダ・ストリング・トリオ等がある。詳しくは、マサダ参照。ジョン・ゾーンが作曲、指揮し、マイク・パットン、トレバー・ダン、ジョーイ・バロンの3人が演奏する、リード楽器不在のアバンギャルドユニット。アレースター・クローリーや、アントナン・アルトへのオマージュであるアルバム、ムーン・チャイルド、ソングズ・ウィズ・アウト・アーズを2006年にリリース。 シティロード1990年5月号インタビュー。ありがとうございます。